から厚生労働委員会を開会いたします、えー。議事に先立ち一言ご挨拶申し上げます。えー、去る1日の本会議におきまして厚生労働委員長に選任されました石田正広でございます。えー、委員各位の御指導ご協力を賜り、公正かつ円滑な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ただいまから理事の選任を行います。本委員会の理事数は5名でございます。理事の選任につきましては、選例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。はい、ご異議ないと認めます。それでは理事に、島村大君、園田周公君、川田隆平君、山本か奈え君、および河井貴則君を指名いたします。 国勢調査および継続調査要求に関する件についてお分かりいたします。本委員会は従来どおり、社会保障および労働問題等に関する調査を行うこととし、今期、国会閉会中も継続して調査を行うため、本件継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。なお、要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。 委員派遣に関する件についてお借りいたします。閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を取りかります。本日はこれにて参加いたします。